こんにちは、マリアリです。はい、絶賛寝起きです。久しぶりでございます。すごいね、なんか近代朝に出てくる機密の道化師みたいじゃない？懐かしくない？こんな感じでお送りしたいと思います、今日は。これから私、仕事に行くんですけれども、なんでこんな頭してんのって、これで寝てるんです、私。ここにつむじがあるからさ、とりあえずここで結んどかないと朝すごいことになっちゃうので、こんな感じで寝ております。何からしていこうかな。とりあえず着替えよう。パッ！はい、着替えました。おはようございます。まずね、ちょっとカラコンを入れていきたいと思います。今回使っているカラコンはこちらの、はい、リルムーンのスモーキーベージュを使っていきます。リルムーンシリーズは毎回使っていてですね、リアルハーフワインになれるのでめちゃめちゃかわちい、はい、続種となっております。これもなんだけどめちゃめちゃおすすめ。これはね、30枚入りなんだけども、こっちがスキンベージュですね。スキンベージュの方がちょっと薄みがかった茶色というか、そんな感じで、私多分前もレビューしてるので、よかったら概要欄とかカードに載せておけたら、おきますので、よかったらそちらから見ていただけると嬉しいです。今回も購入しているのはホテラバさんというサイトなので、概要欄にも載せておきますので、皆さんよかったら見てみてください。キャンペーンとかも結構ねやってるので、ホテラバさんめちゃめちゃおすすめです。はい、ということで、まあまあまあそれはさておきですね、入れていきたいと思います。右からでしょ。右の方が私悪いので。今回のスモーキーベージュはね、どうだろう。どういう発色になるかわかんないんですけども。目がさ、かゆいのさ。あ、やばい。やばい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 。やばい。久々にコンタクト入れるからなんか。ちゃんとね、こう丸みを確かめてカパッとやって、カパッ、お、わかりますか、こんな感じです。すごい目かゆいから、目真っ赤っか、やば。皆さん花粉症どうですか？私は絶賛花粉症、やばすぎる。本当に花粉症ってどないだったっけっていうぐらい、こんなだったっけっていうぐらいさ、今年やばくないですか花粉症。友達ともさ話してたんだけどさ、ここまでひどくなるかね、だって真っ赤じゃんマジで。入った入ったね、しゃ入った。ふう、で、髪は溶かすだけです。はい、便利な頭してます。でね、このね、私すごいショックなことがあったの。ティント後で見せるんだけどさ、マジでショック。とりあえずスキンケアだけしていこう。魔法の美容液塗っていきたいと思います。本当にちょっとだけしか垂らさないんですけど、これを魔法の美容液を塗っていきます。私がさ、こういうさ、ちょっとなんか化粧枠じゃないけどさ、メイクする枠ってさ、めちゃめちゃ久しくないですか。久しいっていうかレアだよね。あ、目が痛い目が痛い、やめて。このなんか、このこいつがすげえ邪魔。ちゃんとリンパも流してね、寝起きなので。言うてね、私ね、あと20分で出ないといけないです。やばいです、やばいやばい。おい、これすっごい浸透力がいいので、魔法の美容液、これはね素晴らしいでございます。ほら、もうあの CM みたいにこうもっちりもっちりしてる。で、私はファンデーションはつけないです。って言いますのも、粉吹き肌なので乾燥肌だし、しかもニキビできちゃったのやばくない？泣いたんだけど、本当に、無理なんだけど。はい。なので、粉吹き肌なので私はつけないんですけど、ここをね、皆さんご存知の通り、私、ほくろを取ったので、ちょっと赤みがここあるじゃない？
そういうのを隠すためにこの、ですね、ちょっと、はい、これわかるかな、 YouTuber さんみたいにやってみたかった、資生堂のスポーツカバーファンデーション H100 使っていきたいと思います。これマリリンのブラシいただきました、ありがとうございます。マリリンのメイク道具もね、いただいたやつで、メイクしていきたいんですけど、隠していこうかなって感じなので、カバー力がすごいので、はい、ちなみにこのスポーツカバーは足の裏ちゃんに教えてもらいました。すごいいいよっつって、やっぱね、聞くのはメイクのプロに聞くのが一番ですよ。もう私わかんねえからマジで、はい、こんな感じですね。すげえマジですげえな。でここら辺とかもさ、ちょっと隠しとこう。でここも取ったんですよ、ほくろ。マリリンのブラシ本気で使いやすいからね、みんな買ってみて、本当にやばいから。これ本当にずっと使ってる。ニキビちゃん消しちゃう？ニキビちゃん消しちゃうかな？ニキビちゃん消しちゃうわ。いきます。消えるから、これすごいからね。いくよ。ポン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 。動画が止まりました。ありえないです。ポン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 。こんな感じで OK で、あとは眉毛ですね。眉毛はこちら、あ、見えねえ、すげえ見えねえ。ケイトのピンクベージュ 3D アイブローカラー NBR3 ってやつを使っていきます。ちょっと髪の毛ピンクと黒混ざってるからさ、眉毛の色気になっちゃって、買ってきては見たんですけど、なんか色がやっぱり合わないんですよね、眉毛の色と。私は太眉にしてるので。邪魔、髪もう。本当はいつもはあれですよ、アイブロウで描いた後に塗ってるんですけど、まあ、今日はいいかなって感じです。ほう、リップスクラブすればよかった。はい、ここがちょっとうざったいので外したいと思います。こんな感じです。寝る前にこれやっとくと本当に楽なんですよ。あと溶かすだけなので、便利でしょ。私の髪の毛形状記憶ってこういうことよね。すごいよ。形状記憶形状記憶の紙って何？はい、そして今日はねサベックスなかったのでワセリンを使っていきます。ピンクのワセリンちゃん使っていきます。もう指で塗っちゃいます。これね、ティント塗る前に塗んないとマジでガサガサになるからやばいんですよ。あ、チーク塗ってない。チーク塗ります。チークは、はい、キャンメイクのグロフルールチークス8番頬紅って書いてあります。これをこの下の部分
って、あ、ちなみにもともとこれブラシピンクですよ。はい、洗ってないわけじゃないですよ、ピンクです。で、ふんってやってこれに入れていきます。はい、わかりますかね、ちょっとね、見えにくい。濃すぎたな、濃すぎちゃった。もういいか。はい、で最後の仕上げ、見てね、ね、見て、私の大好きなティント、なんかバチクソ割れてんの、やばくね、ビビったんだけど、まあ、こんな感じのを使っているのですが、いや、これのレビューも私してるので、1日撮れないんだよっていうのしてるので、ぜひ見ていただきたいんですが、大好きなのよ 3C のティント、なのになんかバチクソ割れてて、そんなだって怪力に締めてねえぜっていうぐらい。これつけていきます。これつけるだけでも全然雰囲気が違います。いきます。はい、終わりです。よいしょ、これはみ出ちゃった、大丈夫か。これマジで1回失敗するとこれずっと撮れないので、丸1日撮れないから、結構これさ、カメラごめんね、こっち見ちゃうんだよね、私癖で。はい、こんな感じで仕上がりました。イエーイ。これハベニとかもね、ちょっと気にしないといけないので、こうやってやっておいた方がいいと思います。 3C よかったら皆さん使ってみてください。ということで、盛りありはいつもこんな感じで完成いたします。結構簡単でしょ、私の顔完成させるの。こんな感じでございますので、よかったら皆さん参考になるかわかんないですけど、使ってみてください。ということで、この動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無理やりでした。せーの、おつわり、バイバーイ、行ってきます。またの。私は不思議な天使だ。